安井です。有明優乃です。柊木翔です。三倉潮です。私たちさっきの女の子です。よろしくお願いします。はい、というわけでね、さっきの女の子待って、ど忘れした。何を思い出そうとしてる？あ、そう、それでも月は空にある。ご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。配信の方もありがとうございます。ありがとう。アーカイブの方もありがとうございます。 MC 練習でずっとアーカイブって言ってて、生でもあるからって言ってた。そうなんですね、はい。まあ、そんなわけで私たちね、なんと4ヶ月ぶりのライブ。わー、すごい。そうだね。それにそんな日に土砂降り。そう、そんな日だ。それは、ね、それでもね、月は空にあるから、ね、春の嵐とかって言っててね。あ、そうなんだ。へ、ね、かっこいい。春の嵐の中かっこいいね、まあ、でも印象に残る日になるんじゃない。それもそれも相まってなんか、うん、まあそんなわけで、はい、でね、私たちこの4ヶ月間ね、まあいろいろあったわけなんですけども、はい、まあその中でね、一番大きく変わったこと何ですかね。何ですかね。何ですかね。ドラッグの隣にいる新メンバーが加入したんですよ。わーい、おめでたい。嬉しい。皆さんね、ソーシャルネットワークをね、追ってくれてる方々はもうね、ひろちゃんの存在をね、分かってると思うんですよ、ね、YouTube も出てますし、うんうん、なんですけど、まあライブがね、初めてというわけで、はい、まあここでちょっと自己紹介と意気込みなんかをね、してもらいたいと思います。はい、はい、新メンバーになりました、三倉潮です。私はステージでパフォーマンスするメンバーに憧れてオーディションを受けて、なので今このステージに立ってることがすごく嬉しく思ってます。精一杯頑張るので、これからよろしくお願いします。なかったね。なかったですね。はい、というわけで、うん、いたしました。でね、4人になりまして、まあね、久しぶりの曲とかもやったりして本当に楽しかったなと思います。あ、選手交代しました。交代しました、すいません。はい、っていう感じで、どうですか？楽しいですか？楽しいです。さっきよかった。さっきプルプルそこでプルプルなってて、ね、いや大丈夫だからって言ってくれて、あったかかったよ、ね、ちゃん。あったかかった、まあ、熱い、やばい。熱い。久しぶりのライブ、熱いですね。はい、というわけでね、まあ、今日ね、30分のライブということで、もう後半戦の方になってしまうんですけれども、新体制4人でのライブ、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは聴いてください。さっきの女の子をもっと知りたい。
これで最後の曲になります。聴いてください。さっきの女の子はまた走り出す。からのお知らせです。はい、さっきの女の子は3月いっぱいミニアルバム制作クラウドファンディングを行っております。イエーイ、はい、あと10日。そうだね、あと10日で今ね 75% くらいなのかな、うん、なんかテストの平均点みたい75 今テストの平均点ぐらいなんですけれども、今日やったね曲、既存曲とかあと新曲もね3つ入れさせていただくので、ぜひ 100% を達成したら
作ることができるので、ぜひ皆さんと一緒にミニアルバム作りたいなと思っています。今日いいなって思ってくれた方はぜひご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしてちょっと恐縮ながらここで告知をさせていただきます。いいのよ、のみのみやりや。私3月10日に誕生日を迎えたんですけども、その3月の27日ですね、6日後にですね、私の生誕祭をやらせていただくことになりました。バイ、おめでとう。天使天使さんみたい。その際は私初めてなんですけど、弾き語りをね、皆さんにする予定なので、ぜひ聞いてみたいって方がいらっしゃいましたら、ぜひねご来場いただけると嬉しいです、はい、会場はねこのモーションさん、モーションさん、待って待って待って、暗くなっちゃった、暗くなっちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、すいません、やばい、明るくなんない、暗い暗い、あ、本名本名先生です、あ、サムライさんなんで、新宿サムライさんです。これもう練習で間違えたことやっちゃったわ。そう、ずっと言って。あ、大丈夫、あ、すいません、頭で分かってるんです。分かってます、サムライさんです。はい、はい、はい、でね、ぜひ皆さんお越しいただければなと思います。その際もね、一部二部制なんで、はい、ぜひね、5時間の合う、ん、ご都合の合う時間で、はい、ぜひ来ていただけたらなって思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで次のライブの告知もさせていただいたり、あと4月にもね、週の生誕とか、あと単独ライブも控えてて、私たち4人、さっきの女の子また新しく進んでいきますので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。以上、私たちさっきの女の子でした。ありがとうございました。